の旗、そして白の掛け布団に龍、金山寺太鼓台がゆっくりと前へ進もうと今構えております。さあ鳴りました。小山総代によります鐘が鳴りました。金山寺太鼓台琴平地区琴平宮金山寺太鼓台かき上げての入場でございます。ええー、じゃないかの言葉とともにスピーディースピードがとても速い、ググッとくるスピードが魅力の金山寺太鼓台、ソーラーサスタで早速美しく差し上がりました。勇壮な金山寺太鼓台でございます。そして北側から入ってきましたのは朝日町太鼓台です。朝日町太鼓台、美しい朝日町太鼓台のこちらの雄姿もご覧ください。朝日町の太鼓台、上には黒と金のトンボが目印でございます。琴平地区、琴平宮、朝日町太鼓台、そして金山寺太鼓台がこちら真ん中に入っております。そして東から向かってきましたのは江内地区春日神社六条太鼓台です。勇壮な勇壮なせーのという声でゆっくりと入ってきました六条太鼓台。さあ最初の差し上げ回転上がりました。美しく宇治子衆の手で綺麗に上がった六条太鼓台です。さあここから、この太鼓台の皆さんによる掛け合いが行います。朝日町から声援を得ないかと言葉が聞こえてきます。さあ東方も入りますのでちょっと避けていただきましょう。六条太鼓台、一枚幕はリアルな表情の桃太郎伝説です。太めの金の縄、締め布団に巻きつく龍のデザイン、鱗一枚一枚が際立っております。そしてエージャーナイカと朝日町太鼓台が北に向かっております。黒と金のトンボ、惜しく差し上がりました。朝日町太鼓台でございます。朝日町太鼓台、掛け布団は獅子、東から右回り青龍、朱雀、白虎、玄武の掛け布団、あでやかにも惜しい朝日町太鼓台の掛け上げでした。さあそれぞれの太鼓台4台がまた真ん中に登場しました。さあ中では、ブルーのハッピー、背中には稲光と龍、東中太鼓台の掛け上げが始まっております。ゆっくりとゆっくりと、お上には女子が上がっておりますね。気持ちよさそうですね。爽やかなエージャーナイカの声も聞こえております。東中太鼓台です。春日神社東中太鼓台差し上げを行いました。東中太鼓台、拍手が沸き起こっております。
東中太鼓台のこの一枚幕は日本神話ヤマタノオロチ伝説の一場面が描かれております。正面には竜、これはヤマタノオロチをイメージしております。竜がにらみつけているのはスサノオです。スサノオ伝説、唐獅子と勇気と力強さを持つこの東中太鼓台でございますとなりました。六和歌です。六畳太鼓台炊き上げが始まります。そして同時に金山寺太鼓台、惜しくも爽やかな、そして殺到とした金山寺太鼓台の炊き上げも始まろうとしております。さあソーラー刺したの音で六和歌差し上がり、東中も差し上がりました。綺麗な掛け合いでございます。さあ金山寺の鐘も鳴りました。金山寺も準備は万端のようです。せーので上がりました。さあスピーディーです。この素早さ、スピーディーさ、これが金山寺の魅力でございます。太鼓の速さ、そして担いで前に進む勢い、担ぎっぷり、金山寺太鼓台、息の良さをご覧くださいませ。あでやかなこんぴら市の暴れ太鼓と歌われていた金山寺太鼓台、紫の旗、黒地に竜の描かれた法被、粋な金山寺太鼓台差し上げでした。と言ってるうちに終わり。さあそろそろ残り時間が少なくなってまいりました。さあ朝日町太鼓台が炊き上げを行います。せーのという声で北側からゆっくりと琴平町さまざま御衆の協力によりまして、美しく獅子の掛け布団に黒のトンボが美しく差し上がりました。揺れております。そして拍手が舞い起こっております。えらい琴平皆さんの協力によりまして、そう、全ての氏子衆の協力によりまして、太鼓台の差し上げが行われております。さあゆっくりと東中太鼓台、そして六畳太鼓台も所定の位置に戻ってまいります。書きながらの会場です。素晴らしい演奏の書き合いを見せていただきました。第3グループ太鼓台の皆さんに大きな拍手をお送りくださいませ。